どうもかいりんです。本日はですね、ここ JR 東日本東大宮車両センター、通称宮大に来ています。大宮総合車両センター東大宮派出という扱いなんですかね。本日ここインに、ここ、東大宮車両センターに来てちょっと動画を撮っているんですが、ここですね、なんと結構かなり多分 JR の中でも珍しいと思われる特急型専用の車両基地なんですよ。ここには首都圏各地で走っている JR の特急列車が数多く止まっております。そのね、すべてを今回ここで紹介していきたいと思いまして、東大宮車両センターの全貌を明らかにしていきたいと思います。ではまずですね、右奥の方から、あちらね、もうちょっとこの後近づくので見ていきますけど、あちらには18号系がいます。18号系特急。185系は特急踊り子やおはようライナー、ホームライナー号などで使用されている列車でございまして、国鉄時代からのものですね。そして、あちら651系です。651系、あの651系はですね、特急スワロー赤城、そして草津などで使用されているやつで、もともと常磐線で特急として走っていました。そしてこちらの車両とこっちの右側車両は E257 系 A 番台、特急あずさ、かいじなどで使用されていますので、現在ですね、その役割を終えて波動用として残っています。そしてこちら側の車両は E257 2000番台特急踊り子用の車両、先ほどね、一番最初に紹介した185系特急踊り子用車両の、後継版としてデビューした車両になっていまして、あちらが NA08 編成ですかね。そしてね、左側奥、あちらね、この後また近づいていきますけど、251系特急スーパービュー踊り子用で使っていた車両です。現在ですね、長野に廃車解体される手前でちょっと送り込まれているという車両でございます。で、奥ね、651系とですね、18系がいますが、こちら側にね、赤い車両、ここに止まっているんですけど、あちらはですね、255系ですかね。確かに、すみません。255系は、暴走特急でしたね。失礼しました。253系でございます。もともと特急成田エクスプレスで使用されていた車両になっていまして、現在では日光、鬼怒川号として運転を、されています。このね、日光鬼怒川号として運転されている2号系ですが、たまにですね、臨時足利富士祭り号や、富士ひなめぐり号とか、大宮車管内の、列車に、臨時列車に充当されることも多々あります。ただ18号系などに比べるとかなりですね、その機会は少ないかなと思います。そしてね、あちら側には E257 系が500番台がいます。あの E257 系500番台なんですが、こちらですね、めっちゃ風強い、風強い E257 系500番台ね、あちら暴走特急として使われていましたが、暴走特急ね、たび重なる減便、相模号の減便やあやめ号がね、なくなってしまったりとかの減便によって波動用として残っています。波動用編成はね、ちょっとこっちが緑になったんですけど、なんでしょう、緑なんですけど、立ち板っていうか、あの、これ多分分岐の工事かな、なんかやってると思うんですけど、なんか、あれですね、来んのかな、来ないのかな、来ないのか、いないといけないか。で、このですね、東大宮車両センターのこの横ですね、こちら側のあの建物とあの建物ね、どちらもね、高校の、高校のね、あの、建物です。両サイド高校なんです。で、こっち側が大宮工業とこでですね。はい。佐久東高校、めちゃくちゃ偏差値高いんですよ。普通に東大とか行く人いるんで、あれがやばい高校です。はい。で、佐久東高校が両端に土地を持っていると
いうことで、まあ、私立なんでね、あの土地がまあ多いんですけど、でまあね、鉄道好きであればね、佐賀東高校にね受験してね、教室からね電車をね、拝みたいというところなんですけど、かなり、ね、ハードルが高いですか。埼玉県でもかなり5本の指に入るぐらい偏差値高いところなんで、あの、うん、簡単には入るんですね、はい、で、あのね教室からね結構よく見えるみたいです。見えるみたいですか、見たことありますね僕は、はい、あの文化祭があったんでちょっとあの友達の関係で行ったんですけど、結構あそこよく見えていいなと思って、うん、あ、一眼レフがどうでしょうかね。で、この東大宮市センター、また橋2つありまして、ここの橋とあと奥ね、研修校がここにあるんですけど、研修校の奥側にも、車が通れる、ところがありますので、そちらの方からもね、見ていきたいと思いますが、まずですね、こちら側に、来ていますので、東大宮駐車場の奥の奥の方でございますね、あちらの、スーパービュー踊り子が止まっている方向に行きたいと思います。でね、ちょっと東大宮センターを一周したいと思います。まあ、まずここの基本的位置関係なんですけど、宇都宮線の大宮の次のトロの駅と東大宮の駅にあります。まあ、場所的に言うと、あれが東大宮建物で、あの辺にまあトロの駅があるという感じですかね。はい。結構、なんだろう。で、宇都宮線がこういう風に走ってるんですけど、そこをこっち側に、こう曲がってくるような感じで来て、かなり奥行きがあってね、あちら側まで線路が伸びているということになっています。基本的に、ね、あそこは入れ替え用の車両として入れ替えで使うことが多いんですけど、まあ、ちょっと今ね、東大宮センターはあの特急が大減便されている影響でですね、かなりあの列車の本数とかその辺がかなり少なくなってしまって、特急がね大量にここに止まっているので、まあ、あちらに追いやられている車両が1本いるわけなんですけど、というわけで、まあ、今日もいい天気でございますので、ね、ちょっといろいろと見て回りたいと思います。で、まあ、なんで今ね僕がこうやって大宮総合シェアセンターをね、東大宮総合をこうやって今紹介しているかと言いますと、今が一番ねこの車両のバリエーションが多い時なんですよ。251系もいれば257系、255系もいます。さらにね、1系もいますし、2号だけ500番台も0番台もいると、さらに185系もいる。これがですね、いずれ今、かなりあのここの、まあ、今導入過渡期といいますかという感じ状況でございまして、2号1系もあとまあ1、2ヶ月で消えてしまいますし、2号7系のね、あの0番台をいつまで見られるかも分かりません。500番台もたまたまここに来ているだけでは いつもいるわけではありませんから、かなり今このタイミングがおすすめします。で、185系をね、まあ、紹介もやっていきたいと思いますが、185系にはね、主にね、2つ用途があります。1つはね、特許踊り子号用で使用されている185系と、もう特急列車としては使わない、185系、まあ、波動用と言われたやつ、臨時列車専用の185系。まあね、2パターンあるんですけど、あちらの一番左側に止まっている、こちらの185系列車で行われてますね。自然上踊り子だ。あれ4両だと思った。あの4両編成の踊り子ってのは1本ぐらいいた気がするんですけど、いかがな。まあ、いや、ちょっとスーパービューの方見てみましょうか。移動タイム。踊り子の端からちょっと移動してきてね、こちらスーパービュー踊り子の近くに来たんですけど、このようにね、畑の真ん中にこのね、豪華速球がね、止まっている姿ね、なかなかね、あの、圧巻というか壮大というか、もう、インパクトありますよね。ここはどこなんですかって感じですが、入れ替え線でございますね。でもうちょっとね、奥の方近づいていきたいな。さすがにこっちかこっちに行くのはちょっと多分畑なんで私有地だと思うんで、さすがに私有地に入ってね普通に行こうとは思わないですけど、ちょっと奥の方に行けばね普通に公道から見れますので、このようにこの草むらにいるね251系もなかなかいいですよね。まあ、草むらにいる251系いいとはもう、そのままね、パンタグラフがね、まだついてますね。255系のね、あ、251系の近くにやってまいりました。RE1 編成。
俺あれ言って車番機消されたんじゃないんだ。いますね。これ有刺鉄線があるんだ。あ、危ない危ないですよ。こうやって、ね、出そうと思ったらチクチクする いたと思うんですけど、ここがね東大宮センターの末端部となってまして、ここに15って書いてあるんですけど、ここは15両編成の停止位置目標。ここのね、なんだこれ、なんていうんですか、このこれこの表示なんていうんだっけ、このね、ここでまあレールがちょっと途切れてますけど、ここがもう東大宮線と全く、皆さんがねイメージする東大宮センターのねいっぱいある線路、まあ、あれと比べてしまうとね、もう最後こんな終わり方にしかならない感じですけど、ここにね入り口があります。鍵が当然かかっていて、防犯カメラもまあついていますけど、でここでねクルンと回ってさっきの251系をもうちょっと拝むことができます。この裏からね、さあ反対側に回ってきました。251系ね、いますね。かっこいいね。ある1先生がちゃんとこのね伏線のところにと、見た感じ結構線路錆びてるんで、ここまであんまり列車が来ることはなさそうですね。特に奥の線路なんて絶対使ってねえだろうって感じです。12両編成の定目もありますし、あそこね残り 50m と書いてあります。こんな感じ。普段はねここにあんまり入ってくることは多分ないと思うんですけど、線路この錆びぐらいから今日は251系が止まったんです、ね。まあ、ちなみにですね、撮影の際柵はですねかなりよじ登りやすいですから、有刺鉄線がかなりマジでここにさっきから 4,5 回刺さってますので、気をつけてください。はい、いやでもここまで長いですよというわけでね、まあ皆さんがイメージする東大宮センターの方に向かっていきましょう。あっちもうちょっとあっちの奥の方ですね。ここね柵の隙間に入れて撮ってるんですけど、R1 いいですね。かっこいいですね。かっこいいですね。この状態にいるのも大変だ。やめよう。あ、手が触れ。251-1。正真正銘のトップナンバーですね。かっこいい。でも、このね、こういう感じとか、ね、ここのこういうね、錆びついてる感とか、悲しくなりますよね。でも逆にここまで頑張ってくれたんだったら、まあもう引退してね、楽に。なってもいいんじゃないかなと思いますけど、 SV4 ねエンブレム、あちらのねおしぼりね結構持ってますよ。僕もまだもうカピカピでしょうな。さあ、まあこのようにね住宅街のところにまあスーパービューが留置されている状況になっていますが、なんかちょっと窓の色がね若干こう2枚とかね違うんですよね。これカメラは正常じゃなくて本当に肉眼で見てもこんな風に違うんですけど、何なんだ。次に出会う日は最初回想かね、君は君と出会うの。251系がね本当もうボロボロですよね。こう継ぎはぎがあってね、こんな草むらにほとんど放置プレイのようにねありますよね。ほんと、うん、ちなみに一応JR のね敷地内には入っております。ガードレールに乗っかっております。ガードレールとねで電柱に寄りかかってます。はい、そうしないと死んでしまいますから。僕フェンスはここなんで JR の敷地には入っておりません。さすがに敷地内に入ったらちょっとぶっちゃけ、まあ、ここだったらバレなそうだけど、こっちかこっちは多分 JR の敷地じゃないはず。多分誰かの私有地じゃないですか、ここ。ねえ、なんかすごいですよね。パンタグラフもまだ残ってるけど、パンタグラフもね、そうそう取り外さえしまうわけですから。はい。残念だ。ちなみにここにはね、さっきから入れ替えをしてるのかな。185系のね、音が、結構聞こえます。警笛がね。ただ、列車がこっちに入ってくることが全然ないので。だって、さっきのね、車両の群れがいる方向に行きましょう。はい、こんな感じで、境東高校のね、まあ、土地があるわけなんですけど、ここね、まあ、多分公道、絶対公道だと思う。これが、境東高校の土地ですって言われたら、本当終わりなんだけど、まあ、絶対公道だろう。で、こちらをね、こんな風に、クーンと、道をね、こう行くと、185系がね、止まってるわけです。
ここはね、まあ、検査場なんですかね。パントグラフをね、こうやって上から見れたりとか、あとレールのね、下のとこが空いてるあれがあるんで、ここでまあ下の検査整備等をね、やってるんでしょうか。185系もね、まあ残りもね、余命もわずかですかね、多分。ですので、こういう風にね、見られるのも、なかなか、珍しい機会なのかなと思います。はい。出てきた。全部ドアを開けて換気でもしてるのかな。こんな風に研修校をね眺めることが、研修校ではないな、コア奥ですね、眺めることができます。ここは管みたいのがあるんですけど、今それは車両に繋がってないみたいですけど、多分お仏のね組み取り用の設備なのかなと思います。であのまああれですね、排便をね、排便をあれで汲み取るってことでしょうかね。だからあの皆さんがね、あの下もしあの下妙はね、あの東大宮のこちらにあの放流されております。放流って言い方あれだな、なんか川に垂れ流してみたいな。川に垂れ流したらさすがにしてないですね。まあ下水処理施設に送ってるでしょうか。ここ内はねこういう風にあの係員さん自転車で移動してみたいな。かなかなか縦に長いとかですかね、横じゃなくて、なかなか移動も大変なんじゃないでしょうか。ここがね保護者来客用、奥にね、JR コンテナがあります。まあ、ここはね、コンテナのターミナルになってるんでしょうか。ここから、あの、車でね、運んでるのはしあそこちょっと、じゃあ、ここ、駐車場、入っちゃダメだろうな。駐車場入りたいんだけど、ちょっとま、ここ移動してね、ちょっと分かってもらうしかないんですけど、自分の肉眼では見えるんですけど、ここね、あちらの緑色のコンテナ、あれ、JNR って書いてある、あの、皆さん、鉄泊にある、わかりますかね、戸口から戸口へ、国鉄コンテナ、うんぬんみたいなね、あのコンテナだと思います。はい、JNR って見えるんで、ジャパンナショナルレールウェイですね。今、JR なんで、ナショナルが消えたんですね。国鉄じゃないんで。すごい、あの西宮駅をね、誘致したあの栄グループなわけですけど、すごいな、佐藤栄学院。公道に橋かけてるよ。公道に橋かけると結構ね、難しいみたい。ああ、そういうね、JR コンテナ見えるでしょ。ああいう風になるのがあるんですよ。佐藤学院小学校。なんなのこれ。すごいな。公道に橋かけると結構ね、あ、プール島だって。小学校のプール島だけでこんなあんの。すごいね。あ、横断歩道がある。これと絶対あれでしょ、栄がつけてって言ったんでしょ。あのこのね、東大宮層を巡るですね、あの栄グループのあの高校中学校小学校全部あの画面、幼稚園もあったかな、奥に幼稚園もあったと思いますよ。さっきあっち側に全部見えますよ。まあ、見てどうなんだって話。やっぱり、ね、すごいな、シーズン。こちらね、E25 明け NA06 編成、武田菱なのにライト周りと内装だけはやった、塗装がまだという編成でございます。多分これがもう多分完成だと思うんですけど、 NA06 編成がいましたね。奥にいつもいるんだけど、こちら来ない。185系3本並び見えるここだけ、ここぐらいかもしれないですね。そしてこちら側、手前から185系、651系、185系、 E259系、651系、違うね、185系ですね。手前こちら185系、651系、2000番台かな、2000番台だよね。185系、259系、185系のシングルパンタグラフ車ですね。超レアなやつで、651系、651系、185系、185系となっています。日光の車両はね、奥側にいますよ。この185系のシングルパンタグラフ車はね、数多い185系でも1本しかない車両ですので、自分も乗ったことがないんですけど、これ200番台になってまして、昔あの、昔赤城などをね、使ってた185系になっています。ちょっと座席見れば
こっちは 185系 OM 編成ですね、グリーン車、4号車のみにあるタイプ200番台となってまして、特急草津などで使われてました。あちらね、今貨物が走ってるんですけど、滝ですね、あちらの滝が走ってるあたりが、東北本線、本線なんだ、なんかただいまって来たわ。で先ほどの橋がね、あっち側で、こっちが堺東中学校と高校でした。雲屋の雲屋じゃないの、あれあの長野にもともといたやつですね。であと2まで休憩と、なんかホキみたいのがいいな、ホキと雲屋の一番寒いね。でここがね、あの試験線になってまして、大宮の乗務員さんの研修どころになってます。あれ2まで休憩がありますけど、ここはね、あの車席のない車両が走るところなので、ぶっちゃけあの多分まあ、車内の試験がなんかあるかもしれないけど、あ、免許持ってない人でも多分乗れた気がしますよ、ここ。あ、乗れた、運転できる気がします。まあ、あくまでも法律上は問題なく運転できるという感じですかね。免許がなくても。はい。あの、車席があれ全部ない車両ですよね。逆に言うと、あの、検査をね、したくても多分、動かす。その代わりあの、こっち側のね、治療センターは線路や本線を走っちゃ多分ダメだと思いますよ。で、あちらがね、洗車機185系をね、体を洗うところです。手前から線路が今6本ありまして、一番前から、走車場の入れ替え線、入出庫線1番、入出庫線2番、入出庫線3番と東北本線下りと上りという感じで手前からあります。入出庫線の方はですね、この先もうちょいしたところで、終わってしまいまして、あ、入出庫線で入れ替え線の方ももうすぐ、このもう多分この辺で終わってんのかな、で終わってしまいまして、奥の残り5本、まあ、本線は除くとして奥の3本が戸田駅方面まで向かっています。その先大宮までね、線路自体はあるんですけど、この先の戸田駅手前で、3本の線路が1本になります。こちらが入出庫線の信号になっています。 ATS-S から ATS-P にしろっていう指示も出てますね。でここで一番手前の線路がまず、吸い込まれていきます。一番手前の1番の線路が、吸い込まれていって、あそこのね、道のところで、終わりということになります。わかりますか、手前からね、入出庫線がここで2本になってます。でこの先戸田駅構内で1本になりまして、その1本の線路は大宮駅まで行くことになります。ところで、分岐がありまして、ちょうど列車の合流地点になってます。特急出演者100系がやってまいりましたね。青いやつだ、なんだっけ、なんて名前、宮城だっけ。そこで、分かる。で、そこで、東北本線の上り下りと、東大宮相の、入出庫線が、3本並列して大宮駅まで行くことになります。なので、宇都宮方面からこの東大宮線に入ることはできません。頑張っても、東大宮相まで、大宮駅まで行って、大宮駅で折り返して入らなきゃいけないですし、逆にトロまでね、ずっと東根線走ってきて、そしてトロ駅のちょい先のところで、ところからね、こっちの、なんだ、東大宮線に入るということもできません。何事も大宮駅からね、入る以外方法がないんですよね、ここ。ボケがいるってすごいですね、かっこいいな。特急専用の車浮きなんだけどね、ここ東大宮センター一応特急用の、車浮きになってるんですが、
一応ですね、小山車両センターや高知車両センターの E231系、233系や、武蔵野線の205系、209系、231系などですね、一時的に止めておく基地としても利用されています。まあ、ただの留置場ですね。ただこの電車はここのセンター所属の車両ではないので、まあ、パッパと帰っていきますけどですね、本日は運よく、現在数が少なくなっている205系が来るということになりました。このように特急用車両の、ね、中に、埋もれている205系の姿を撮るっていうのもなかなかかっこいいなと思います。これをね、見れるのも、下宇佐郷武蔵野港の運用に入った時だけですね。205系が、まあ、231系でもまあ入るかもしれないですけど、なかなか見慣れない組み合わせがいっぱい、奥にね、成田エクスプレス用の車両も止まってますしね。成田エクスプレス用の E259 系もですね、この大宮所属の電車でもありませんし、18号系のそこのシングルアンパンタガークの車両もなかなかレアな車両に埋もれながら205系は過ごしたんですね。最後なんか千葉県のなんか関わりの深い電車がなんか一斉に揃うという事態が発生しました。なんかまあ今日のちょっと運転手さんちょっとまあちょっとなんかあれなのかもしれないですけど、いつもであればですね、今5系がここに来た場合幕回しをあそこでやるので、まあレアなね、例えば武蔵野線内快速幕とか、そういう普段は見られないような幕も、こちらで写真撮影ができるんですけど、まあちょっと今日の運転手さんはなんかちょっとあれだったみたいですね。はい、快速のまま出発していきました。というわけでですね、皆さんもぜひこの東大宮総合車両センター、ぜひ今205系、そして185系などがいるうちにですね、来てみてはいかがでしょうか。というわけでご視聴ありがとうございました。